さあ、はい、じゃあ10年いっていいですか。行きましょう。まずは、はい、ね、まあサクッと、せい、お願い。わあ、びっくりした、来たか思った。よっしゃ、行くで。みんな応援してください。いや、ここで獲得できたら、お、流れ星、行きますよ。はい、はい、岩田さん、小松カムバック小松、もう行くも地獄、戻るも地獄、行くぜ。はい、押した、来たよし、いや頼む、マジで頼む、岩田さん来て、神引きさせてくれ、コナミさんお願い、長司くんマジでお願い。はい、岩田さん来た思ったお疲れ様です、チーム軍艦のりです。はい、ということで水曜日に配信の方で岩田投手がどうしても欲しくてガチャやったんですけども、結果はね、残念ながらというところでエナジーもね、すっからかんになってしまいました。まあ残念だったんですけども、切り替えまして、今回の動画は侍岩田投手の能力解説と無課金阪神純正は岩田投手どうすべきか考えていきたいと思います。配信の方でね、リアタイ目線なんですけども、岩田投手強いけど必須じゃないとね言ったんですけども、ツイッターを見てると強いみたいなんで、詳しくね能力解説やっていきたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いいたします。それではやっていきましょう。それでは能力解説やっていきたいと思います。リーグ目線、リアタイ目線で分けてね解説していこうと思うんですけども、まずはねリーグ目線からやっていきましょう。強いポイントは4つあると思っています。小5で全動値、限界突破で中継ぎ可能、 B 以上の球種が1つ、スピリッツが4200というところで、球威75の B、 制球72の B、 スタミナが75の B ということで、デフォルト球威スタミナ同値ですね。球威型はオーダーに入れやすいのでありがたいですし、侍岩田投手を最大限に生かすなら小5で全動値にしたいですよね。星3精密機械の1点狙いっていうのはね、かなり厳しいんですけども、全動値にできるんはね、とても強いと思います。シリーズ2は青柳投手がデフォルト全動値、アルカンタラ投手、伊藤将司投手が小5で全動値にできるんで、侍岩田投手で全動値は4人目になりますね。強い投手が多いのは嬉しいんですけども、その分ね小5が大変になってくるんで、まあ嬉しい悩みと言いますか、小5チャレンジャー大変ですけども、全動値の投手がね4人もいるって考えたらかなりすごいことですよね。そして中継ぎが可能なのもありがたくて、覚醒岩田投手は先発適正だけだったんで、中継ぎが手薄な人はね中継ぎで起用できるっていうのはね、本当にね使い勝手がいいのかなと思います。 B 以上の球種が一つあるのもありがたくて、僕の動画ではねよく言ってるんですけども、シリーズ2では才木投手、伊藤将司投手、鍋 G、 OB 第5弾で登場した伊藤敦さんは B 以上の球種がなかったんで、コンボ超変幻時代のことを考えるとオーダーに入れたい選手になってると思います。最後に何よりもスピーツが4200というところで、まあ、今月末にはねグランドオープンが来るんで4300の選手が登場しちゃうんですけども、まあ、そう考えるとねそこまで強く感じませんけども、侍久保田投手もそうでしたが、20日から始まる最強決定戦では必須になるのかなと思ってまして、必ずオーダーに入れたい投手になってると思います。お次はリアタイ目線なんですけども、個人的に強いと思うポイントはスラーブ A の変化量6、特能が強い、そして中継ぎが可能というところで、やっぱりね岩田投手といえば変化量の大きいスラーブだと思います。昔のパワープロとかでもね岩田投手のスラーブがめちゃくちゃ強くてですね、友達と対戦する時なんかはね絶対使ってたんですけども、ランク戦とかでもね強そうなんですけども、特にねこの超高速フェードとかね、かなり強いんじゃないのかなと思っています。僕はねスラーブが苦手なんで絶対打てないと思うんですけども、そして配信で教えてもらったんですけども、カットの変化量が1っていうのがね強いみたいですね。それと特能がかなり強くて、超タイピンチが発動した時のスラーブはかなりの変化になるみたいですし、ムービングもかなり動くみたいですね。キレも強い特能ですし、重い球もパワー下げるんで、はい、特能全て発動できるとかなり強いのかなと思われます。まあ、ただ個人的にはね、球速があまり速くないことと、ムービング、シュートは E だったり、フォークは F とかなんで、配球がかなり大事になってくる投手なのかなと、個人的に思っています。
強いけど必須じゃないと配信で言ったところはそういったところなんですけども、まあツイッターをね、見てると結構強いみたいなんで、僕はね、もともと配球とかも下手なんで、そう思っちゃったんですけども、皆さんの感想なんかも教えていただけたら嬉しいです。中継ぎができるんでね、ワンポイントとかでもね、ほんと強いと思いますし、最初にも言いましたけども、やっぱりね、超高速フェードでね、かなり強い投手なのかなと思います。そして改めて覚醒岩田投手と比較してみますと、制球はマイナス2なんですけども、球威とスタミナはプラス4されています。覚醒は先発適正のみなんですけども、侍は中継ぎが可能。球種もねちょっと違ってまして、覚醒はスクリューがあるのと、第二球種はカーブなんですけども、スラーブはやっぱりね2009年岩田投手の方が球威も変化量も上ですね。なんといっても特能が全然違いますよね。侍岩田投手の特能はリアタイでかなり強くてですね、覚醒岩田投手は覚醒なんで仕方ないんですけども、あまり強くないと言いますか、対左打者とか対ランナーは発動しない時もありますし、まあイベントで手に入る覚醒と比較するのは間違ってるかもしれませんけども、やっぱりね侍の方が強いのかなと思われます。最後に無課金はどうするかってことをね考えていきたいと思うんですけども、やっぱりねもうすぐグランドオープンってことを考えるとスルーでいいのかなと思います。何よりガチャに自チーム確定がないというところでリスクが高い。いやーやっぱりね自チーム確定のないガチャは恐ろしいんですけども、あとね覚醒岩田投手持ってない人なんかもねスルーでいいんじゃないのかなと思います。やっぱりね限界突破難しかったりすると思うんで、今後の OB で岩田投手登場する可能性あるんで、イベントで手に入る A ランクね、しっかりと置いておきましょう。オーダーがまだ強くない人なんかはグランドオープンに向けてスルーがいいと思うんですけども、僕みたいに20日から始まる最強決定戦で上位を目指してる方とかね、リアタイ勢の方でどうしても投手が補強ポイントだよっていう方なんかはガチャするのはありなのかなと思います。僕みたいに1500エナジーしかない場合はですね、このガチャに挑むと悲惨なことになるかもしれませんけども、悩んでる方はね、22日までガチャできるんで、じっくり考えてもらえたらなと思います。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。いやー、最強決定戦のためにどうしても欲しかったんで、勝負のガチャ60年やりましたけども、残念ながら獲得することはできませんでした。無課金阪神純正で最強決定戦ベスト100を目指して1年間頑張ってきましたので、引き続き応援していただけたら嬉しいです。皆さんの侍岩田投手の感想や無料10連の結果も教えていただけたら嬉しいです。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。最後に契約書を引いて終わりたいと思います。 S ランク確率 10% 契約書1枚と、先ほどね 30% 契約書をいただいたんで、その2枚引いて終わりたいと思います。さあ S ランクは来るか、やっていきましょう。奇跡起こせー。いやーでもね本当水曜日の配信はですね、同節30人初めて超えることができて、お S 来た。いや本当ね感無量と言いますか、たくさんの人に来ていただいて本当感謝してるんですけども、お S! あー中村さん、またね配信引き続きやっていきたいと思いますので、また見に来ていただきたら嬉しいです。というわけでラスト代打、あー殿崎さん。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは阪神純正でプロスピ楽しんでおります。ぜひチャンネル登録そして高評価していただけたら嬉しいです。お疲れ様です。ありがとうございました。バイバイ。